こんにちは、ヤクモです。問題です。仮面ライダーエグゼードに登場する仮面ライダーゲンムが、変身するために使うガシャットの名前は何でしょう。プルマイテーキュンエキス。言っちゃったうん、ちょっと難しいかな。正解はこちら、じゃーん、これか。プロトマイティアクション X ガシャットでーす。イエーイ。イエーイ。パッチパッ。イエーイ。はい、これですね、11月19日から、始まった仮面ライダーエグゼイドのですね、購入特、特定アイテムの、購入特典でついてくる非売品になってますね。まあ、これ撮ってきた、ゲットした動画も上げてますので、ぜひ、そちらもご覧いただければと思います。いやー、結構な争奪戦だったんでね、嬉しいね。うん。じゃあ、早速こちら組み立てていきたいと思います。よいしょ。今日は普通に出しちゃうよ。じゃあ、開けるよー。ちゃっちゃっ。ちょっと。なんか手に貼り付いてみて。大丈夫。よし、まずこちら。プロトマイティアクション X のシール。で、これが上部分ですね。クイ。で、本体はこちら。それこう組み立て式になってますね。ね、こちら説明書を。って感じでついてますね。これじゃあ早速ちょっと組み立てていきたいと思います、うん。まずは、シール貼っていきます。僕は貼れないでしょ。そうだね、ちょっと、ね、すっごい綺麗に貼るから、うん、見てて。貼りますよ。あ、もう綺麗。喋れない。よし、成功。あー、綺麗。はい、こんな感じ。よー。はい。次は、ね、次こちら。かっこよくなってきた。これはここに貼ります。あ、でもガシャットなんか一個持ってきて。はいはいはい。何でもいい？何でもいいよ。エグゼイドしようかな。エグゼイドみたいな感じ。うん。じゃあこれですね。これ向きがね。こうか。結構一緒。こうだね。かわいい。いや、しゃべれない、この貼ってる。お、成功したぜ。よっ、よっ、よっ。すごい成功してる、これ。うん、はい、こんな感じ。はい。できたよ。はい、次は、こちらですね。これ、つけていきます。これはカチャってはめ込むだけだね。これをここに、この状態で、あ、全然見えない。よし、この状態で押し込むそうです。やってみるよ。うん、頑張れ頑張れ。うん、うん、うん、ごめんね。されてる時に告知か、デラックス版と仕様が異なりますと書いてあったんですね。これが不安でですね、どこがどう違うのか、ちゃんと光ってくれるのか、ちゃんと声が出てくれるのか、せめて声だけはなんとか出てほしいと願っております。まあ電池今からちょっと入れるんで、電池入れるんで何かしら反応はすると思うんで、ちょっと試していきますね。開けるよ。
お、こういう感じで、LR44 を3個使うみたいですね。さあ、ああこうなってるんだ。まずはよいしょ、こうこうかな、はい、次こっちとはめなくてもいいの？うん、この押せといて、もう一個押せるんだ。うん、よいしょ、ネジ取れないんだね。はい、ネジ取れない。こんな感じです。落ちちゃうからね。よっ、こうかな、これでいいかな、グイ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 。いやー緊張する、どうしよういいよ、いオッケー、できました。緊張するじゃあ押してみるよ、いきます。3、2、1。あ、やったー、鳴ったし光ったよ、光った光った。もう一回、もう一回いくよ、マキアキョンX。おっしゃー、やったね。これでいればいいけど、あれちょっと待って、同じやつ、うん、同じやつ、同じ声。他普通だとあのゲームクリア音と、あとゲームオーバー音が、これこれクリアですよね、これゲームオーバー、これ、あ、一種類ですね。あれ全然いいよね、いいいいいい。よし、じゃあ次ベルトを入れていきますよ。よし、はい、はい、よし、じゃあちょっとこれどうしようかな、変身してみる、うん、どかそっか、うん、でよくあるね、うん、じゃあちょっと前に来て、もうちょっと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 、うん、じゃあまっすぐだだね。よし、じゃあいくよ、まずレベル1、よし、よし、うんうんうん、オッケーオッケー。これちなみにちょっとそのエグゼイドのマイティアクションと比べてみましょう。よし、いくよ、一緒かな、うん、かな、そうだね。よし、じゃあ次レベル2に、ちょっと外すんじゃなかった順番、そうだね、順番順番ね、こっちからやった方がいいね、うん、よし、うん、あ、反対だった、いくよ、じゃあ開きます。うんうん、はい、オッケー。じゃあプロと行きますよ。プロと。プロと。プロと？行きます。ハロー。あ、ちょっと違ったね。マイティーアクションオンオンオンだったね。これマイティマイティアクションエックスだもんね、うん。これちょっと違いますね。じゃあ次、こっちの、こっちのね。もう一つのスロット入れますね。いくよ。時間差あるね。うん。OK OK。じゃあプロとどうなるか。プロと。ガッシュ、2つ刺したらどうなるの？秒、時間待つ、あー10、9、そんなに待たないでしょ。あ、あーレベル2の時と一緒なんだね、音は、ね、うん、なるほどなるほど。ガッシュ、じゃあ次決め技スロット、ヤクも横向いて、
こうかな。見えない見えない。よしよしよし。そうそうそう。じゃあまずはファイティングアクション X。マイティじゃないよ、なんだっけ、プロトマン、プロト、プロタちゃんよ、うん、一緒だね。この指で押さないとできないです。ん、何が違うんだ。ん、違うっすよ。これ長いね。ドカンドカンが長いのか。あっさり。そうだね。オッケーオッケー。じゃあ次はガシャコンマグナム。うん、ガシャコンマグナム、これね、どっちでやる、開くか。開くにしよう。開くが、開くはこうか。うん、 A ボタン。じゃあ、はい、持って。よし、じゃあ、こういうふうに。畳んでく、畳んでく、このままでいいよ。じゃあ、まずは、マイティアクション X からね。いきます。押して、トリガー。いく。雫合流。よし、じゃあ次こちらね。お。よっ、お、ダッシュ。じゃあプロトバンいきますよ。あ、反対反対。はい、いいよ。お、もうクリティカルフィニッシュがないね。うん。ああ、こんな感じだね。ああ、ちょっとこう、やっぱりこちらの正規版に比べれば、若干、あっさり。ああ、わかったわかった。ちょっと切るよ。あれあれ？いい？よし、ちょっと外すよ。やっぱりこの正規版に比べると、多少音がまあ、ちょっとあっさり。してる感がありますけども、十分だね。十分だ。うん、すごくいいと思います、これ。よかったね。これで、やっとですよ。これこれ。激走じゃなくて、シャカリキスポーツ。これ一番初めにガシャットで発売されてるんですけど、これがゲームが使うガシャットなんですね。だからね、ずっとこう、単品でしか使えなかったから、やっとゲームゲットできたからね。こいつの行き場が出てきたね。よし、じゃあやってみよう。まずはレベル1。じゃあしーちゃんこっち来て。はい、座っていくよ。あ、せっかくだからゲーム変身してみ。はい、できる。変身。来た。はい、じゃあ次ブリー。じゃあ、いくよ。とうとう来るよ、シャカリキスポーツ。いい？ぎょっ。あれ？一緒になってたのかな。あれあれあれ？あれあれ？最初なんか一緒みたいに聞こえたよ。そうだね、ちょっと。一緒みたいに。向かうか、向かうか。はい、はい。ちょっとね、ね、ね、ちょっとね。いくよ。はい。ガッシュだって。ん？あ、いったいった。よ。
スポーツ。おー、かっこいい、シャカリキスポーツ。最後のかっこいい。かっこいいよね。やっとできた。ということで、本日は、あ、痛いね、ごめん。こちら、非売品のプロトマイティアクション X の、開封でした。じゃあ、また何か買いましたら、紹介しますので、またぜひよろしければ、ご覧ください。アクション X! スポーツ！じゃあね、バイバイ。バイバイ。